どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。11月3日、今日の歴史3分講座。江戸時代からの都市伝説、武田信玄は鎌倉時代のあの有名な武士の生まれ変わりだった？本日11月3日は武田信玄さんの誕生日でございます。おめでとうございます。なんと今年で生誕500年ですね。実におめでたいです、まあ、特に山梨の方では生誕500年を記念していろんなイベントや事業が行われているようですけども、まあ、もう説明もいらないほどの有名武将ですね。甲斐の国山梨県を拠点とした戦国大名で、どのゲームに登場してきてもチート級の強さを誇る武将ですね。でそんな武田信玄さん、なんとある有名武士の生まれ変わりだったという説が江戸時代の頃から都市伝説として言い伝えられてきてるんです。その人物というのは平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての人物で、まあだから来年の大河ドラマ鎌倉殿の13人の時代の人物ですね。でおそらくドラマにも登場してくる人物ですね。でその後室町時代、戦国時代にも有名人で、江戸時代には歌舞伎などで描かれて国民的な人気を誇る歴史上の人物になったわけですね。で当然今も歌舞伎などで演じられたりしますけども、それが誰かというと曽我時宗さんですね。ちょっとピンと来ないですね。曽我時宗さん誰という感じの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。これね、以前ねここで曽我兄弟の仇討ちのことをご紹介しましたが、日本三大仇討ちの一つで江戸時代にブームとなった題目ですね。曽我物語の主人公です。曽我兄弟の弟の方が時宗さんですね。でお兄さんが助成さんというんですけども、信玄はその弟曽我時宗の生まれ変わりだというふうに江戸時代の頃から言い伝えられてきてるんですね。で甲斐の国山梨県はですね、歴史を勉強すると非常に面白い地域の一つでして、なぜかというとですね、甲府勤番という、まあ、甲府城にお勤めする武士の方々がいたんですけども、その中にですね甲斐の国に伝わってきた歴史や文化、都市伝説、伝承とかをですねまとめてくれたりしてるんですね。でそのうちの一個有名なのが野田重方さんのですね恨み緩和というのがあるんですが、この信玄さんの曽我時宗の転生説というのを紹介してるんですね。でどこに伝わった話かというと、お寺なんですね。大泉寺というお寺がありまして、このお寺はですね武田信玄さんが追放した自分のお父さんですね、武田信虎さんが建立したお寺という風に言われてまして、信虎さんの菩提寺になって今お墓がありますね。そのお寺に伝わったお話でして、まあ、信玄さんが生まれた西暦1521年ですけども、この時ですね武田家と今川家が戦ってて、今川家の軍勢が甲斐の国まで攻め込んできたんですね。その攻め込んできた今川家の家臣は福島正成って言うんですけども、まあ、福島って書いて府は読まないんですけど、まあ、ちなみにですけど、その息子がですねこの後今川と親戚だった小田原の北条家の方に保護されて、北条家の重臣になって、さらには一族になってるんですけども、その人が北条綱重さんといって、この方もめちゃめちゃ強い武将ですね。まあその話は置いときまして、その福島正成さんという方が攻め込んできてですね、飯田川原というところで武田信虎さん、お父さんが打ち破るんですね。で信虎さんがその後ですね甲府盆地の少し東の小高い山に家臣たちと共に集まりまして、そこで勝利の宴を開いたらしいんですね。で信虎さんはいい感じで酔っ払って眠るとですね、夢の中にぼんやりと人が現れてこう言ったらしいんです。ただいま誕生の一子曽我時宗の最誕なりと、こう言ったらしいんですよ。まあ、つまり今誕生した子供というのは曽我時宗の生まれ変わりなんだと。するとそのタイミングでお城の方からは若君が誕生しましたと知らせが来たんですね。まあ、お城居城はねつつじヶ崎館ですけども、武田家はその時攻められてたので、信玄さんのお母さんは爪の城である妖怪三条の方に逃れてたというふうに言われてますので、そちらで誕生したというふうに言われてますね。で産湯がね積水寺温泉だったという話も残されてますね。ただこの若君、まあ信玄さんがですねしばらく経ってもずっと右手が開かなかったそうなんですよね。で一方その頃天慶和尚という方がいらっしゃいまして、この方は諸国を巡った後富士山の麓の方に来まして、急に日が暮れてしまったので近くにあった伊織に立ち寄ったらしいんですね。でそこには女性がいたんですけども、その女性曰くその家の主人は外に出てたらしいんですね。でしばらくすると主人が帰ってきたようなんですが、なんとその主人の格好がですね鎧兜を身にまとってるんですね。でその鎧兜の武者はこう言ったそうなんですね。我は曽我十郎助成なり。なんと曽我兄弟のお兄さんの方だったんですね。で続けて弟の五郎時宗は生きている時にしっかりとお経を読んで仏様を持っていたから、その功徳によって今甲州の大衆の子供として生まれたんだって言うんですよ。まあ甲州甲斐の国ですね。甲斐の国の大衆治めてる人ですから、これ武田信虎さんのことですね。でその子供として生まれたんだって言ったわけですよ。ただ私の方はまだ良い行いを
を詰めてないから苦しみを背負ってさまよってるままなんだと。なので私のために法華経を1万部読書してくれと、法華経を読んでくれってお願いするわけですね。それを信虎さんに言ってくれと。でその証拠としてこれを渡しますっていうので渡したのが金の竜のデザインの目抜きだったんですね。刀のあの持つところにこう目抜きというのを入れますけども、それだったんですよ。でもう片方の目抜きというのはどこにあるかというと、弟の生まれ変わった五郎の手にあるって言ったんですよ。だから開かない、その右手の中に目抜きがあるって言うんですね。でその開き方は何かというと、その甲府の東側にある大泉という池でその手を洗えば開くと、こう話したわけですね。するとあら不思議、天慶さんの前にあった人も伊織も全て消えてなくなったそうなんですね。でその後天慶和尚は竜王の自称寺というところにいたらしいんですけども、それを聞いた武田信虎がですね天慶和尚を呼び寄せるんですね。でそうすると天慶和尚はその話をしますよね。これこれこういうことがありましたと。でも信虎さんも自分が見た夢となんか似てるなぁということで、若君武田信玄を連れてって大泉という池で洗うと、これまた不思議、開いたんですね。で手の中にはもう一つの金の竜の目抜きが入ってたんですよ。で信虎さんはこれはもう霊言あらたかだということで、この池のそばにですねお寺を作ったわけです。それがこの大泉の寺大泉寺ということですね。でその東側に小高い山がありますけども、そこが武田信虎さんが夢を見た山ということで、夢山とか夢見山なんていう風に今でも呼んだりするんですね。これが武田信玄さんの曽我時宗転生説ですね。でこれまあ江戸時代の頃から甲斐の国では言い伝えられてきたものらしくて、ただ出所は大泉寺さんなんですよね。だから大泉寺さんが武田信虎、武田信玄とか武田家とのつながりを PR する意味もあったのかもしれません。信じるか信じないかはお主次第です。以上11月3日今日の歴史3分講座でした。今日も一日頑張れ歴史。